桜井誠ニュース。一つ目、生ハンバーグが巷で大流行中。二つ目、10月9日、日本ダイエットを反移民デー。生ハンバーグが港で、巷で大流行中ということで、生ハンバーグ専門店、これ何でしょうかね、極味屋っていうんでしょうかね、JR 東京駅に福岡発の肉肉しい極上ハンバーグ&食べ放題の、浜釜御膳というのがあるんですけど、それが極味屋だそうです。失礼いたしました、生ハンバーグ専門店極味屋が9月30日、JR 東京駅、グランスタ八重北1階、八重北食堂内にオープンということで、なんか出るそうです。もう最近ね、こう表面だけ焼いて中が赤いんですけれどもね、大丈夫かいというですね、確かにね、牛肉っていうのは表面のところに菌がつくんですよね。まあ、これで昔ね、食中毒騒ぎが起きてね、で子供がそれ無理やり食べて死んじゃったっていうね、事件も起きましたけれども、とにかくね、生ってそもそもハンバーグの場合にはひき肉でこうこねくり回すもんですから、非常に危険なような気がしないでもないんですけれどもね、まあこれからなんていうの、涼しくなってくれば、まあ大丈夫なのかなとも思わないでもないんですけれどもね、まあというニュースが入ってまいりました。さあ続いてのニュース、まあ今日はちょっと急ぎます、急いで見ていきたいと思います。続いてのニュースはこちらです。あ、消えちゃったあれ、あ、急ぎすぎちゃってですね、ニュース消してしまいました。まあ、しゃあないんでね、ここから話を続けていこうと思います。いや、もうダメね。いや、もうね、こう、なんて言うんでしょうかね、急いで今消そうとしたら全部消えたというですね、そんな感じなんですね。消しちゃいました。申し訳ございません。ということでね、まあ、せっかくなんでね、もうちょっと時間があるんで、まあ、24日のお知らせ、それとあとね、もう一つね、ちょっとお知らせしておきたいんですけども、10月の9日ですね、10月の9日に反移民デーの活動を全国で行います。全国で行うんですけども、今ですね、確認作業、まあ、これ中村幹事長を中心に、何をするかっていうことをまとめさせております。全国 の日本第一党の、各県本部の方に今尋ねているところです。ただね、今回はね、反移民デーということで、反移民のこうなんて言うんでしょうかね、凱旋はね、やらせないようにしようと思うんですよ。まあどうせね、妨害が入ってくるでしょうけれども、もう凱旋やるとね、あんた妨害が来て、妨害で結局声が届かなくなっちゃうんですね。まあ、今回はその何て言うんでしょうか、こう騒ぎを起こすため のイベントではなくね、広く多くの人たちに自分たちがなんでね、移民に反対しているのかっていうことを訴えるための反移民デーですのでね、まあデモか勉強会、まあもしくは他のですね、まあ例えばその何ですか、反移民デーのね、反移民デー用のチラシを作って、ポスティング大会とかね、まあ、こういうことをやっていただこうと思っております。まあこのね、移民問題ということでね、本当に今ね、日本いろんな形でですね、この弊害を受けております、被害を受けております。もう新聞開けばね、どこもかしこもね、グエンばっかりでしょ。今グエンが川崎で人を刺しました、グエンが刺されました、もうこんなニュースばっかりじゃないですか。まあ川崎市民にとったらね、お望み通りの結果でしょうけれどもね、治安がどんどん悪くなる、それはあんたたちが選んだんじゃないというですね、
まあ、とにかくね、この移民っていうものが日本の国力をどんどんね、下げている。移民をこれ以上受け入れちゃダメです。そして何よりも移民はね、早いとこ国へ返さなきゃいけないんですよ。いや、もうね、妨害もね、考えなきゃいけない。というかもう本当にこいつら、生きてて恥ずかしくないのかねと思いますけれどもね。いや、だから一回ぐらいね、彼らのね、パヨクの活動を妨害してやろうかと思ってるんですけれどもね。本当にね、パヨクが今度、で、あの連中、本当どこでこう知らせてるのか知らないけれども、デモとかやるでしょ。で、その時に追走してね、彼らと同じように、なんですか、こいつらは殺人集団ですっていうのでね、自動音声でね、もう何度もそれを繰り返しリピートで流すっていうですね、これでいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。で、ちなみに東京はですね、デモをやるということだったそうです。東京はデモをやるそうです。移民デー、反移民デーですね。まあ、詳しいことはですね、決定次第すぐにね、皆さんに流していきますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。